はいどうもマグマグマグロンと申します。はい、ただいま9月18日水曜日、バージョン 2.2 でございます。大型アップデートがありまして、ご覧のようにサカツクのロゴが AC ミランになっておりますね。え、本当にどうやらね AC ミランとの、コラボが実現と、そういうことみたいですね。今ね、必死にタップしてるけど動かないの。まあね、これはもうマグクオリティ、マグスマホクオリティなんで、ちょっとしばらくお待ちください。ただこのロゴをね、ちょっとサムネに使いたいんで、今回ね、ちょっとそこからやりましたよ。はい、じゃあ、今回からやっていきたいと思うんですが、まず、前回の宿題からいきましょう。まず、リーグランキングイベント、皆さんどうでしたか？マグは、こんな感じ。イタリアが3万5000、オランダが2万9000、スペインが2万5000ポイントでした。皆さんはいくつ取ったでしょうか？では順位の方を見てみましょう。下から行きましょうね。ね。スペインの2万5000ポイント取ったんですが、一番上ご覧ください。9913位、報酬なし。下に書いてある通り、5000位まで入らないと、クロビブスはもらえませんので、全然ですよ。そもそもサカツクをプレイしている人が9000人いたんだっていう、ポジティブに捉えましょう。多いのかな、少ないのかな、どうなのかな、スマホアプリゲームとしてどうなのかな、少ないのかな、多いのかな、わかんないですけど。さあ、じゃあオランダリーグ行きたいと思います。29,500なので、さっきよりもね4000ポイント上ですよ。さあ行ってみましょう。オランダリーグ、報酬なし。はい、というわけで5657位、ちょっと惜しかったですね。やっぱ3万超えは、マストかもしれないですね、これ今後ね。まあ、どれぐらいでクロビブス1個もらえたのか分かんないですけど、ちょっとね、みんな頑張りましたね。なんか巷ではね、いやこんなイベント やる価値ねえよみたいなね、そういうニュアンスかと思いきやね、ちゃんとみんなやってるんだよ。ね、テスト前に勉強してないっていう人と同じパターンですよね、これね。イタリアリーグは3万5000。なかなかいい数字を記録しましたけども。こちらの数字は、はい、一番上、2万じゃない、2464位。ということで、クロビブス、1個もらいました。こんだけやって1個だけ。みんな、うまいな、やっぱりな。すごいな、みんな。どうやったのかな、わかんないですけど。本当はね、3桁を目指してたんですけど、お話にならないということでね。まあ、3万5000ぐらいまで取れば、ビブスまでたどり着けると、そういうことですね。はい、というわけで、宿題でした。はい、じゃあ、今回の、更新情報をいきたいと思います。なんかいっぱいありますよ。バージョン 2.2 になっております。まあ、ざっとこれに概要が載ってます。まあ、書いてある通り AC ミランとのスペシャルコラボキャンペーンだそうです。すごいですね。世界的人気サッカークラブ AC ミランとコラボだ。まあ、キャンペーンの一覧はこちらに書いてあります。まあ、合計で 3600GB をもらえたり、ミランの監督、これはログインするだけで、星4、星3のミランの選手や監督がもらえる。アクセサリーや AC ミランユニフォーム、エンブレムが獲得できるミッションが追加。あとは、新星4監督カペール、新星5木田圭介が手に入るレジェンドマッチ。マルディーニなどのスペシャルスカウトが開催されるそうです。ここら辺にね、ざっと書いてあるんですけど、ここでやるより一気に、一つずつ、いきたいと思います。このキャンペーンのね、後部押すと、まあ、ざっと見ることができます。じゃあ、一個ずつ行きましょうかね。今回長いよ、動画多分。ね、じゃあ、行きたいと思います。まずね、予告から、行っちゃいます？予告。これは、来週から、9月25日の来週から、アクセサリーが獲得できる新リーグが追加されます。フランスリーグのようですね。カップ戦もフランススーパーカップになるそうです。で、ここで、どうも、一部リーグの特定チームの試合報酬に、アクセサリーが追加されるそうです。特定チームの試合だけなんですね。パリ・サンジェルマンかな？
ってことは1試合だけとかなのかな、わかんないですけどね。まあフランスリーグをガンガン回せばいいんじゃないですかね。まあ優勝すると星5確定がもらえるそうなのでやりましょう。というわけで予告、アクセサリーがもらえるリーグが追加されます。さらに本日より SWCC のエントリーが開始。こちらも予告ですね。9月25日、来週から SWCC が始まりそうですよ。ね、みんな今週しかないよ、これね。すぐに、あの選手をごとつして、ね、いや、忙しいな、みんな。まあ、マグはそんなの眼中にないわけですが。さらに、マグには関係ないですけど、カムバック&ご新規様限定で、経験値が2倍もらえるっていうのがあるそうなので、ね、まあ、初めてやる方も、ね、30日間ですね。1ヶ月プレイしてない方は、経験値もらえるのかな？あと、クラシックディビジョンに未昇格の方っていうので、なんかちょっと条件がありそうです。まあ、というわけでね、前やってたよっていう人がいたらね、紹介してあげたらいいんじゃないですかね。今は経験値倍だよっていうね。そして何ですか、これは。マグニはこんな全然、全くこういうのに縁がないですけれども、アトムミラノって呼んでいいんですか、時計、マグはね、腕時計をしない人なんでね、申し訳ないですけどね、まあ、その段階でこう、ね、なんかこう、マグのか星4なのか星5なのかが分かりますよね。星2じゃねえかな。ね、腕時計のメーカーを知らないというね。なんかもらえるそうです。ツイッターをすればいいの？腕時計をもらえるキャンペーン。ツイッターで、応援コメントをツイートしてくださいと。さかつく愛と感じた方の中から5名様に腕時計がもらえるそうなんでね。いつもね、俺ね、こういうの忘れんだよな。ねえ、本当に。今までダゾーンでしたが、ゲーム内スポンサーにアトムミラノが入るそうです。まあ、せめてこれぐらいで協力してあげます。さらに AC ミランのサイン入りユニフォームももらえるということなので、こちらもね、対象ツイートをリツイートした人みたいですね、これはね。さっきはサカつく愛が必要みたいですけど、こっちは愛はいらないみたいです。上げ足を取っていくよ。というわけでね、ミランの選手の、ユニフォームがもらえるそうです。じゃあ一旦ちょっとここで切りたいと思います。はい、じゃあカットー。はい、というわけで今回、曜日マッチも追加されております。マグネーからね、メール来ちゃったよ。ね、自分の実の姉の名前をマグネーで、ね、電話帳に登録しているというね、こういうところがね、いつ何時何があっても大丈夫なようにこういう風にしてるんでね、母親から父親からメールが来た場合でもマグパパマグママと書いてありますね。本当にね、危ないからね、急に電話とかかかってきちゃったりするからね、危ないから本当にね。ダノンのことはどうでもいいんですよ。曜日マッチいきます。はい、ちょっと今回は水曜日に今撮ってるんですけど、水曜日中に編集して水曜日中に更新したい。なので、本来は右にこう画面がずーっとずれて、左側に、字をね、入れて、その選手の説明を入れてたんですね。プチウィキみたいな感じで。ただ、あれをやると編集に1時間2時間かかるんだ。なので今回はやらない。口頭で済まぬ。はい。というわけで、本当はね、曜日の時にはやりたいんだけどね。ちょっとね、申し訳ない。これね、みんな騙された人いるんじゃないですか？見てください。これ、月、火、水、木、金、全部 AC ミランカラーなんですよ。おお、いや、マジか。じゃあ今回の曜日マッチは AC ミランファンとしては絶対に引かなきゃいけないなって思った人、大勢いると思います。騙されないでください。これ、全員 AC ミランに所属した人ではありません。俺も名前見た瞬間におかしくねえかことで言うと思ったんですよ。特に一番おかしいのが金曜日ですよね。金曜日の人、行ってねえだろっていう。福岡でしょあなたっていうね。あ、もう、これがね、ちょっとオールドサッカーファンぐらいしかわからないかもしれないですけど。じゃあ一個ずつ見ていきましょうね。
これ誰だろう誰だろうってね、多分思った人いるんじゃないかな。 AC ミランファンの人ほどわかると思うんですけど、そうじゃない人にとってみたら、いたのかなこの選手とか思ったかもしれない。はい、じゃあまず月曜日、フォワードマルキス選手、金髪でね、ブラジル人でポストプレイヤーでマルキス、こちらは、サカツク名はマルキスっていう名前で、結構前から多分家庭用版の頃から出てきている人なので、知ってる人は知ってると思うんですが、まあ、マグみたいにね、あの J リーグに詳しい人だったらもうこの顔見たらわかると思います。こやつは、ベガルタ仙台のフォワードマルコスでございます。AC ミラン関係ねえじゃねえか。本当に。なんでここに来て、ここに来て仙台のマルコスいる？仙台のマルコス調べちゃおうか。まあ、あの、画像を見ていただければわかると思うんですけど、あの、顔はこれそっくりです。そうね、ベガルタ仙台はね、2001年から2004年までの間、ベガルタ仙台でプレイ。J2 時代には、40試合34得点というね、とんでもない成績で昇格に導いております。ね、J2 リーグ得点王になった、あの、マルコスでございますね。AC ミランファンの人にはどうでもいい情報でしょうね。なので飛ばします。そしてこういう選手に関してはね、エピソードがいっぱいあるっていうね。ね、残念ながらね、有名な選手の方がエピソードがないんだよ。J リーグの方があるんだよ。そしてこちら、選手としても有名ですよね。クロアチアの左サイドバック、アルニ。モデルは、ロベルト・ヤルニ選手です。まあ、クロアチア代表の選手なので、有名だと思います。今回、AC ミランのね、ガチャに出てきているボバンともね、クロアチア代表で一緒にプレイしていますよね。それこそ、だから、ボクシッチだ、スーケルだ、プロシネツキだ、あそこら辺と、同期って言ったらおかしいか。同期ではないだろうけど、まあ、同世代という感じですね。ただ彼は、AC ミランには在籍してないんですけど、ユベントスにいたり、トリノにいたりしてるので、セリアと無関係というわけではないようですね。あ、ほとんどなんか、2、3年でチームをコロコロ変わってるんですね。あ、レアルマドリードにも入ってますね。そっちの方が有名だったかな。ねえ。まあ、ご存じないわけですけれども。はい。というわけで、クロアチア代表のロベルト・ヤルニ選手でした。はい。じゃあ次、水曜日。ゴールキーパー、フランス代表、フランス人のフライなんですけど、これはもうね、あの、空で出てくるかもしれませんが、どこのクラブにいたのかまでは全く知らないので、ウィキウィキ。サカツク名フライ、モデルはセバスティアン・フレイ選手です。フランス代表とかですかね。フランス代表のですかねって言ったけど、4試合 ?2 試合しか出てなかったですね。申し訳ない。あれかな、あの、あれかなって、名前が今ね、パッと出てこないんだけど。ファビアン・バルテズかなんかと、同じ時期かな。多分、それで多分、フランス代表ゴールキーパーの正ゴールキーパーにはなれなかった人かな。そういう感じだと思います。ちょっと、ウィキにもそこら辺が書いてない。ただね、チームには、あの、インテル・ミラノにいましたね。ベローナ、パルマ、フィオレンティーナ。主にパルマ、フィオレンティーナで、正守護神になってますね。だからまあ、セリアとは無関係というわけじゃなさそうですね。というわけで、セバスティアン・フレイ選手でした。はい、さっさと行くよ。そしてこれが一番のね、ネックよ。こんなの知らないよ。だって写真が白黒なんだもん。さ、知らないよ、本当に。坂津久さんじゃない、セガさんね。というわけで、ポーランドのトップ下、ダイナ選手です。こちらは、ポーランドの中では、歴代最高の選手とまで言われたのか言われてないのか。ウィキではね、ミュンヘンオリンピックで得点王に輝いたっていうふうに書いてあります。あとミュンヘンオリンピックではポーランドが金メダルに輝いてるみたいですね。だからまあ、それはポーランド最高の選手って、まあ、言われますよね。モデルは、サカツク名ダイナ。モデルはカジミエシュデイナ選手だそうです。申し訳ない。存じ上げないんだ、これは。全くわからない。申し訳ない。プレイしていたのは60年代から80年代後半まで。マンチェスターシティにいたことがあるみたいですね。それはちょっとすごいですね。
あ、まあでも当時のマンチェスターシティがすごいかどうかは知らないですけど。はい、というわけで、ポーランド最高の選手、まあでも今はもうレバンドフスキーになってんのかな、もうね。あ、でもまあ優勝ってのは大きいからね、やっぱこの人が未だにポーランド最高の選手かもしれないですね。はい、じゃあ次、金曜日問題のね、AC ミランファンさんが、いや、思い違うだろうって絶対言った、ウーゴ・マラドーナでございます。あ、いきなり言っちゃった。ユー・マルドラド。サカツク名ユー・マルドラド。モデルは、ウーゴ・マラドーナです。ジエゴ・マラドーナの実の弟。として、さっきも言ったように、札幌。福岡。PJM フューチャーズ。まあ、現在のサガン鳥栖の前身ですかね。って言っていいんだよね。ね。が、に、在籍していました。90年代前半、まあ、J リーグ始まった時、創世期ですよね。あの頃に、在籍してました。風貌もスタイルも兄とそっくりということで、話題になった選手なんですけども、実際 J リーグでは活躍した方だと思います。まあ、J2、JFL?JFL JFL だっけ名前は。JFL ですね。では、活躍しました。なのでね、もう本当 J リーグオールドファンには馴染みのある選手でございます。ただ、今回のね、AC ミランサポーターにとってはね、お前は誰だと。そういうガチャになっております。なのでね、皆さん、きっとね、これに騙されちゃうかな。マグもね、マグは騙されないですよ。こういうのには。もう、サカツク何年もやってますからね。もう家庭用のは全部やってますからね。ね、できればね、家庭用版サカツクにも動画を上げてますので、ぜひそちらもどうぞ。当時はまだ声を出しておりませんが、光プレイ集とかね、昔のサカツク見たかったら、昔の上げてますので、どうぞご覧ください。宣伝。ね、この映像がずるいっすよね。これ AC ミランの選手だと思うよね、やっぱりね。はい、というわけで、曜日マッチでした。はい、じゃあ、カットー。今回のレジェンドマッチ、どうでしょうか、皆さん。やった、ホンダだぜっていう人もいるんでしょうかね。マグとしては、ホンダって思っちゃいましたね、ちょっとね。そこホンダかみたいにね。いや、まあ、単純にね、ポジションの問題なんですよね。サイドバックかなと、そろそろ。個人的にね。個人的にね、ザンブロッタとかさ。まあ、そこら辺かなって思ったの。まさかね、ケイスケ・ホンダだとは思わなかったな。はい、というわけで、今回のレジェンドマッチ。新星4監督のカペール、そして新星5、木田ケイスケがレジェンドマッチで登場します。はい、ご覧ください。カペール。まあ、これはカペリロ監督ですね。まあ、有名な監督でございます。有名な監督ですって言ったけど、まだね、検索してなかった。カペロで検索。フォーメーションコンボ、リ・インビンチービリ。固まっちゃいますね。まあ、どういう意味かわかりませんけれども、検索するつもりもないということで。これはフォーメーション自体が新しい 433の C が登場しました。かなりちょっと特殊なフォーメーションですね。で、必要なプレイスタイルが、フィニッシャー、アタッカー、司令塔、バランスサイドバック、マルチディフェンダー。聞いたことがございませんね。何ですかね、マルチディフェンダーって。何でしょうね、本当に。はい、というわけで、こういうちょっと変なフォーメーションになっております。B がアタッカーなんだ。真ん中がアタッカーなんだ。で、左ウィングがフィニッシャーなんだ。左ウィングフィニッシャーをまた使う。俺、星4のアザールしかいないんだってば。いないんだってば。で、フォワードアタッカーか。で、まあ問題はこのマルチディフェンダーですよね。誰なんでしょうね。はい、というわけで、今回のレジェンドマッチは、この木田圭介を獲得するというイベントになります。フォワードアタッカーってのは今後も出てくるかもしれないので、今回は無視せず、取った方がいいと思います。やっぱあれですかね、ゴールを決めたら有名なゴールパフォーマンスあります？目ん玉をギョロッとして、こう敬礼のポーズね。ね、あれなんでしょうかね。まあ、使ってないんでわからないんですけども、それがあったらいいな。そういうところだよ、セガさんね。ね、ゴールパフォーマンス特殊実況ってのはさ、やっぱり、
絶対必要だと思いますよ。やっぱりこうモチベーション上がりますからね。やっぱりね、あのメッシのねムカつくやつね、あれもねなんだかんだあるとないとでは違いますもん。だから今後もね、セガさんにはこのゴールパフォーマンスの実装は、ね、今後もね、次々に作っていただいていただきたいと思います。ね、これは今坂津区を通してセガさんに言っているだけでなく、そのさらに向こうにいるねフッティスタに対しても言っているというね。ね、本当にいい加減にしろよ本当に。特殊実況入れなさいよ、青島でもいいから本当に。おっとね、別のゲームの話しちゃいましたけど。というわけで今回のレジェンドマッチ、ポカリガブ飲み、ボーナスを引いてない選手でも、あ、選手じゃない、ボーナスを引いていない方でも、今回はポカリ、全部飲むぐらいの気持ちで回した方がいいと思います。フォワードアタッカーですからね。他に多分いないんじゃないのかな。まあ、オレンジでアタッカーがフォワードついてる人はいるかもしれないんですけど、まあ、もしいたらごめんなさいね。いたらごめんなさいね。というわけで、本田圭佑回していきましょう。さらに、コラボ記念特典付き GB キャンペーン。これはなんだ？これ課金をすると何かもらえるのかな？なんかもらえるそうです。1万円で GB1 万5千個だそうですよ。今回は売れるんじゃないかな、セガさん。はい、次。じゃあちょっとね、飛ばして、アクセサリーの追加いきたいと思います。今回から、このバージョン 2.2 からアクセサリーが登場しました。意識、スキル発動率、選手能力が変化するそうです。アクセサリーの種類は、ユーティリティ、上半身、下半身の3種類のアクセサリーを着用することができるということで、前回坂つくシュートのミサンガみたいなやつじゃないの？なんて、うっかりね、適当なこと言っちゃいましたけれども、全然違いましたね。申し訳ございませんでした。全然違ったっていうことでね。まあ、内容的にはこちらに書いてある通り、ロングパスの意識が小アップとか、タックルスキルの発動率が小アップするみたいな感じになってるみたいですね。効果がメインとサブで分かれているんですが、これはちょっとどういうことなんですかね。ちょっと意味は分からないんですが、どうも着用の条件があるみたいなので、今ここの画面に書いてあるのはオールって書いてあるんですけど、もしかしたらゴールキーパーしか装備できないとか、なんかあるのかもしれないですね、今後はね。で、コンボもあるそうです。特定のアクセサリーを揃えるとコンボが発動。追加の効果を得ることができます。例えば、マルディーニのタオル？マルディーニのユニフォーム？マルディーニのパンツ？ちょっと名前は知らないですけど、これを、5つ全部揃えるとコンボが発動する。そしてそのコンボ、下に書いてある通り、これフェアプレイがコンボとして追加される。で、フェアプレイといえば特徴の一つなので、特徴が1個増えるということになるみたいですね。ちょっとごめんなさいね、喉乾いちゃった。だから例えば、下にも書いてあるんですけど、アクセサリーは、あ、違うわ。例えば、その他に、だから、ゴッツーゾのタオル、ゴッツーゾのユニフォーム、ゴッツーゾのパンツを全部3枚揃えたら、コンボ効果で強肩とかね、そういうのがついたりとか、なんかそういうのが足されるんじゃないですかね。今後もね、そういうのをちょっと着目していきたいですね。ちょっと待って、狂犬はいらねえな。狂犬はいらねえな。ゴッツーゾのタオルなんか入れたくないわ。もうマイナススキルは発動しないと思うんで、ね、もうちょっといいのがつくと思います。さらに、狂犬はいらねえな。改良による強化。同種同名のアクセサリーを素材に使用して改良することができるそうです。ってことはこれ、アクセサリーもごとつと。いやー、もうほんとめんどくさいな。新しいシステムの導入やけどめんどくさい。まあ、というわけでね、今後はアクセサリーもごとつするっていう格好になるようです。アクセサリーはガチャじゃなさそうなんですけど、今後ね、ガチャでアクセサリーも追加みたいなガチャがね、と出るでしょうね。まあ、またね、我々の お財布の紐を緩くするようなね、そういう効果をセガさんは期待してるんじゃないかな。いや、この企画出した人はいい企画を出したと思うよ、これね。ね。マグはまだそんなことじゃ揺らがないけれどもって言ったりしてね。はい、というわけで次、
バージョン 2.2 アップデートで何が変わったのかを見ていきたいと思います。アクセサリーの追加は今言いましたね。で 433C も言いました。でもう一つこちらが追加になっております。こちらはねまだちょっとね検索してないからちょっと一旦カット。はい、今調べましたよ。もう急いで調べました。ただもうちょっとここら辺はこれ以上ここに時間を割くと、ガチャができないということなのでサクッと、名前だけいきたいと思います。イランのまず上は、今回から、8カ国が追加になっています。今まではいなかったんですね。で、ちょっとね、選手の顔映ってる？映ってないね。なのでまあ合ってるか合ってないかは分かんないですけどさらっと言います。まずイランがアリ・ダイ選手ですね。フォワードだと思います。でサウジアラビアのアサイランっていうのはおそらくあの砂漠のマラドーナなんて言われたあのサイード・オワイランっていう選手だと思います。フォワードなのかな、ちょっとわかんないですね。オフェンシブミッドフィルダーなのかな、ちょっとそこら辺わかりません。で、デンマークの選手は、こちらはあの、ボランチだったと思うな。なんかさっきからそんなのばっかり、ボランチだったと思います。ゴラブセン、モデルはトーマス・グラベセンだと思います。まあなんかあのスキンヘッドでね、あの荒井選手ですはい、じゃあ次スウェーデン、リングビー、これはおそらく元アーセナルのフレデリック・リュングベリいろんな読み方があるんですけど、まあアーセナル の、あの選手です。ワールドカップの時に 赤のモヒカンにした人ですよね。まあ清水エスパルスにもいました。はい、じゃあ次ちょっとアーセナルなんで欲しかったりする、次は、チェコのヘンクロルスキーなんですけど、これはようやっと AC ミランですかね。左サイドバック、右サイドバック、ちょっとごめんなさい、これは AC ミランのファンの方の方が詳しいと思います。サカツク名ヘンクロルスキー、モデルはマレク・ヤンクロフスキーだと思います。サイドバックです。露出キーが良かったな。はい、次カメルーンのシング、こちらに関しては、リゴベールソングセンターバックですね。カメルーンのリゴベールソング、アーセナルにアレクサンドルソング、まあ、バルサにもねちょっとお邪魔したかもしれないですけど、アレクサンドルソングの、まあは甥っ子になるんですね。なんかアーセナルはねあの JJ 横ちゃんの甥っ子でイオビを取ったりとかね、なんか甥っ子が好きみたいですねアーセナルはね。はい、じゃあ次もうねそんな刺したる情報もないんですけど、シングは有名な選手でしょ。あ、ソングは有名な選手ですよ。アメリカ、シー・ジャーンズ。これはもう本当にわかんないんで完全に見きみました。おそらく名前が近いだろうというのは、ジャーメイン・ジョーンズっていう選手が名前が近いので、この選手だと思います。ちょっとね、ドイツ代表で試合出ちゃってるんですけど、両国のね、合意に基づいて、アメリカ代表でプレーすることを認められた選手だそうです。ただね、ワールドカップは出てないのかな？は出てないみたいですね。はい、次、パラグアイのゴールキーパーチラバートはもう有名ですよね。あの直接フリーキックを決めることで有名なチラベルトでございます。もうさあ次、さらに、ワールドカップのねマスター対象国として8カ国が、さらに追加になったみたいですね。なので、ここら辺の選手たちをね売りさばいちゃった人たちにとっては涙目みたいな感じでしょうけども、取っといてよかったかもしれないですね。まあ、マグは全部取ってないですけども。じゃあまず一番上から、イタリア、ザンバレッタは、まあザンブロッタですよね。オランダ、リッカーとは、まあライカールと。スペインのバスンテってのは、ビセンテでいいのかな？ビセンテ・ロドリゲス。左ミッドフィルダーのビセンテ・ロドリゲスだと思います。フランス、モカレレはボランチのマケレレ。イングランド、マクマナラは、スティーブ・マクマナマンですね。これは、どっちだろう？右ミッドフィルダーなのかな？左ミッドフィルダーなのかな？ちょっとわかんないです。で、ポルトガルのフェレンカってのがちょっとわかんなかったんですよね。
もう一回調べてみるか。坂つく名で調べてみる。坂つく、ちょっとね、パウロ・フェレイラぐらいしかね、名前出てこなかったんですけど。あ、出てこないですね。ちょっとわかりません。名前が近いのがね、パウロ・フェレイラだったんですけど、これもうチェルシーの選手ですよね。まあ、サイドバック。右サイドバックかな。ちょっと違うかもしれないです。そして、ドイツのスイガはクリスティアン・ツィーゲですね。これは左サイドバック。で、ベルギーのビルマッツは、なんかね、ここ最近よく俺が言ってると思うんですけど、マルク・ビルモッツですよね。ベルギーっつったらビルモッツ出さなきゃって散々言ったんですけど、ここで出てきましたね。というわけで、これがワールドカップの報酬として追加されるので、これも全部ごとつできる選手ですよね。まあね、ちょっと画像がないのと、ポジション名が書いてないっていうのもあるので、ちょっとね、これは自分の目でお確かめください。はい、じゃあ次。秘書の特徴を追加。井上里奈が登場。ということでね。イタリアとスペインが強くなるそうですけど、マグはちょっとイングランドの方がいいかな。ということで、そういうのでね、秘書を交代していくのが今回いいかもしれませんね。で、前回、予告で出てた限界突破の選手を、素材にした場合はどうなるのっていうやつが追加になったようです。あと、先週売却も便利に。ミッション報酬の一括受け取り。これ遅いよって感じもするけれども、ようやっと実装されましたね。で、ほとんどの選手が特徴が3つになってるそうなんですけど、こちらは、ポゼッション20丸とか、カウンター20丸とかっていうのが消えて、上に書かれるようになったためだそうです。もう気にしないでってことみたいですね。はい、以上、更新情報でした。